コールさん、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。にゃどういうことですか。今年は虎年ですよね。あ、僕虎年生まれなんですよ。そうなんですね。そうです、虎連れてきました。年男。はい、年男に年えと連れてきました。へえ。虎ですかね。何ちゃんですか。虎です、はい。虎、虎の子供です。虎の子供に名前なんか怖くてつけれません。かわいいですね。目クリクリじゃないですか。でしょ。鼻がほらコアラみたいじゃないですか。はい、だからマーチっていう名前なんですマーチちゃん。マーチ、マーチちゃんありがとね。虎の子供です。ちょっとこガン見ですけど、こっちまあ仲間ですからね、虎の子供ね。はい、いや今年2022年度、はい、もういいぞお前って、はい、ここに入っておけ。はい、始まりましたんで、はい、今年の抱負とかを、はい、今年の抱負ですはい、明けましておめでとうございます。まあ、本当はね、新年なんでここに金田新年とか書いておかなきゃいけないんでしょうけど、こういうことちゃんとやるっていうのを抱負にしましょうか行き当たりばったりをやめて、こういう時はちゃんと準備をしておくっていうのが今年の抱負かな。行き当たりばったりじゃなかなかあれだけの成績は出ないと思う。あ、試合は別ですよ。試合は試合は行き当たりばったりなんかもしたことないですからね、はい。まあ、こういう時にですよ、こういうところから直そうかなと。いや、ちょっと今年の何か目標とか、はい、あとはいろいろ激動の2021が終わって、はい、2022なんでファンに向けてのメッセージとかいただけると。使えねえなこれ。ピーピーってしといてくださいね。これ。使えない。こうピーってしといてください。今年はですね、やっぱり抱負、まあこのコンクルージョンというブランドでいよいよリスタート、できます。これともいよいよ今年出せると思います。まあちょっとね、いろいろと停滞している部分もあったので、しっかりこう力を入れて、やっていきたいなと思っています。まあトーナメントにおいてはですね、まあもうこの。まあもう最初から僕は年間一番しか狙ってないとずっと言ってますので、もうその通りだと思っててください。それ以外の目標のためにシリーズを戦うことはないので、まあ安心して応援してください。今年も熱い戦いを演出できると思ってます。そうですね、せっかく年の初めなんで、はい、言えること言えないことはあると思うんですけども、はい、各、はい、コンクルージョンの、はい、強大なメーカーの動向なんか聞けたらなと思うんですけども、はい、ゲリ山本とか今年はどんな。年明けたばっかりで何の情報もありませんねまだまだ誰とも喋ってないっていう状況でございます。はい、年末の挨拶を最後にしたきりという状況で、その他のメーカーに関してもこの1月の元旦からどうですかって聞かれても分かんないんですよね。はい、すいません、わかりません。いや、ただまあ去年は山見水とか、はい、小森さんプロデュースで出て、はい、で、あれなんかもいっぱい釣らしていただきましたけども、はい、なんか肌感で今年来そうだなって、既存のラインナップでもちろんグラブからいろいろありますけども、はい、去年1年間使った流れの中で22年にこういうののこういう釣り来そうだなみたいな予感みたいなの。予感、レッグアームの 2.9、 これね、意外とやっぱりその、まあ、発売されてすぐにやっぱエコー登録されてないっていうのもあって、トーナメントであんまりこう活躍してない面もあるじゃないですか。まあこれで実はもっと使ってもらいたいんですよ。すっげー釣れますから。これがね、意外と知られてない、まあ、これでなんかチェリーリクかなんかで、ね、使ってくれてる方がいて、ニッサかなんかに上げてくれてたんですけど、まあ鋭いとこついてますね。結構ね、落ちっぱく系の釣りに強いんですよ。だからカバー猫とかも僕あれで一時やってた時あったんですけど、まあストーンと落としてやると結構リアクション的にガンと食ってくるのが、それがまた魚がでかかったりすることもあるんで、 2.9 はちょっとそろそろ来るんじゃないかなとは思ってます。まあもちろん僕の中でずっと来てますけど、はい。で、メガマス、いよいよ IGX。はい。まあ、メガマスはちょっと IGX をお楽しみに、もうすぐ発表になると思いますんで、カラーラインナップも、その形、使い方等も、まあ、自分が提案した、提言したことを、これ、メガマスさんがしっかりと形にしてくれて、いいものを作ってくださってますんで、ぜひ、楽しみにしててください。
そしてエンジンブランドからは小森さんハリオを主に担当されてる印象があるんですけど、はい、何か動きとかは、ね、ガード付きのマス張りとジグヘッドがもう完成してるんですよ。実はもう量産待ちっていう形なのでこれが今年出せるかなと思っております。であとはロッドですね、まあ、コンクルージョン、このエンジンこの、タックでまたロッドをやっていきますんでこれが今シーズンどのモデルが出るかはもうちょっとだけ待ってほしいかなと。春までには発表できると思ってます。 GPI も去年末はあのでっかい大会亀山なんかでやられてたりして、はいはい、あそこも小森さん精力的に何か動きがあったりする。そうですね、 GPI さんもやっぱりあれからまあそのアルカンセっていうリールに関して僕も今年その多少は使おうと思ってますんで僕が使うんだったらこういう理想がいいよってことは伝えてあってそれが実現できるということなのでちょっと楽しみにしてるところもあります。その他あのいっぱい、はい、あのメーカーさんがあると思うんですけど、はい、ここはこんな感じだぜみたいなのってあったりする、ね、ルートフィッシングさんは抵抗があってそこに去年から船入れてます。それ発表してどうですか。いやそこでなんかコメント取りしたいななんて話はして、はい、1回も結局去年行けなかったんで、はい、なんかかすみプラの合間とかにちょっとお邪魔してちらっとなんか話聞けたりしたら面白いな。そうですね、まあ、ぜひ抵抗も遊びに来てください。はい、まあ、あとはですね、まあ、サングラスは去年ちょっと、まあ、視力が落ちてしまったんでね突撃のサングラスに変わってるんで今ちょっとこのモデルだっていうのがないんですけどまあそんなところですかね。あとはそう自分が関わってる中でいうと、まあ、プロショップケイズさんで、年末に、まあ、あの魚探の動画を上げさせていただいて、まあ、今後もあの動画やっていくつもりではいるんですけども、まあ自分はですねローランス魚探、これをまあ主に今までも使ってきているので、まあ、ケイさんの中でもそのローランス魚探をやっぱりその力入れて、使いたい人に教えてあげてほしいって言われてまして、なのでね、まあ、ローランス魚探に関わることはちょっとこれからいろいろと発表していきたいと思ってるんで、まあ基本的な使い方から応用的な使い方、あとは新製品が出たらそういったのまたお届けしたいなと思ってます。ありがとうございます、はい。新年のご挨拶ということで、あ、マーチがトラがトラさんが 悪いことしてますよ。じゃシェイキングしてまして今ですね、まあ、あとは LINE システムさんからは、まあ、LINE ですね、まあ、去年使っていただいたその皆さんも使っていただいている色のついたインディゲーターっていうのがすごい使いやすかったんでね、まあ、今年もあれを使って成績を出していければなとは思ってますね。はい、ありがとうございます。今年はもう本当フィッシングショーがまたオンライン開催とかそういう感じなんで、はい、何か耳寄り情報があったらまた取材させていただいて、はい、なんか紹介させていただけたらなぁ、まあ、僕より田中さんの方が情報がいいんでこんな取材させていただいて初めて聞きましたよなんてことがよくあるとは思うんですけど、あとはねやっぱりその業界的にやっぱ今年はすごくいろんなものの過渡期でいろんな動きが出るっていう、もうすでにいろんな動きをみんな知ってる方もいると思うし、まあ、僕自身がペアフィッシングさんとの契約を去年終了したっていうのはやっぱ大きな動きだったと思うし、そういった動きはいろいろ出てくると思うんですけども、まあ、やっぱ根本的に変わらないのはやっぱバスへの面白さであったりとか、ね、トーナメントの面白さであったりそういったところは根本的に変わらないと思ってますんで、まあ、皆さん今年も1年、1年、まあ、1年今年1年楽しむわけじゃないですけど今年も1年とりあえず、頑張って楽しんでバスフィッシングを盛り上げていければなと、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、トラが気になってしょうがない、黒い方は先テレビ出るかあったらニャーって飛び乗ってきたんですけど、もう田中さんの顔見たらニャー誰だあいつ誰だあいつって逃げてきました。